健康推進課の熊田です。皆さんは公害という言葉をご存知ですか？公害とは香水、化粧水、合成洗剤、柔軟剤や芳香剤などの人工的な香りに含まれる化学物質によって様々な健康被害が生じることを言います。香りには癒しやリラックス効果がある反面、人によっては不快に感じたり健康への被害が生じてしまいます。近年ではこの香害が原因となって化学物質過敏症を発症する人もいます。化学物質過敏症とは、さまざまな種類の化学物質を吸い込むことにより症状が出る病気です。私たちの身の回りで使われている家庭用品や化粧品などの微量な化学物質に対して過敏に反応し、健康被害が引き起こされます。発症の仕組みは未だ解明されていない部分があるものの、一度発症してしまうと、ほんのわずかな化学物質にも過敏に反応するようになったり、最初は一種類だけに反応していたものが複数の化学物質に反応する多種化学物質過敏症に変化するなどの症例が多く報告されています。主な症状は頭痛、動悸、吐き気、不眠、全身倦怠感、喘息、皮膚炎などです。人によって身体的な症状から精神的な症状まで様々な形で現れ、その程度も人によって異なります。公害や化学物質過敏症については現在もあまり多くの人に知られていません。そのため周りから理解されにくく、自宅をはじめ公共施設、学校、職場、店舗など日常的な生活の場で心身ともに深刻な症状に悩まされている人がいます。現在確実な治療や予防方法は分かっていませんが、症状を引き起こすとされる原因物質から遠ざかることが有効と言われています。子どもは体が小さく、大人より化学物質の影響を受ける恐れがあります。お子さんがいるご家庭などはより気をつけることをお勧めします。私たちの暮らしには柔軟剤、芳香剤、香水など人工的な香りがあふれており、これらの製品には化学的に合成された香料が使用されています。またコロナ禍中には消毒・殺菌作用を目的に薬品が多く使用されるようになったり、最近では外でマスクが外せるようになったことにより、いろいろな物質や香りにさらされる機会も増えています。このため市では多くの方に公害や化学物質過敏症について知っていただくため、ポスターを庁舎などに掲示しています。身近なところで困っている人がいることを念頭に、強い香りのある家庭用品の使用について配慮をお願いします。まずは自分にとってはいい香りでも不快に感じる人がいることをご理解ください。匂いは常習性があるため、普段から使い続けているとその匂いに慣れてしまい、徐々に強い匂いを求めてしまうことがあります。使用にあたっては使用量の目安を参考にして過度な使用は避けましょう。また公共の場など多くの人が集まるところでは香料の使用を控えるなどの配慮をお願いします。皆さんのご理解とご配慮をお願いします。お問い合わせは障害福祉課電話 22-9657、 ファックス 22-9662、 または健康推進課電話 22-9653、 ファックス 22-9666 までお寄せください。以上、香害と化学物質過敏症についてのお知らせでした。